これがパパチョイスの何だっけ、山桃ソース。パパはコーヒーとパンで焼きたてめっちゃ美味しい。バターつけてここにちょっとおやつ的に金目鯛のリゾットって書いてたやつ、せっかく月やからね、金目鯛あげたいなと。初金目ですよココちゃん。もらえるとまだ思ってない、うん、まだね、そんなご馳走が僕にもらえるとは思ってないんですけど。さあココちゃん、ココちゃん、おりゃココちゃん、ちょっとココちゃん待てよ、あ、フライングした。この顔見て、この顔、うわー、ちょっといいね。金目鯛、初金目鯛、待てよ、ここ、絶対こぼす、これ美味しいじゃん。どう、いつもバジル食べてるからな。伊豆の味はどうですか、ここじゃん。よう歩いたからな、頑張ってるからな、うん、めっちゃいろいろ顔についてる、むちゃくちゃやな。まだまだおしゃらについてる、ついてる。あ、美味しかった、よかったね、うん、パパにごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。完食です。完食、はい、ごちそうさまでした。ぽっちゃんもごちそうさまやで。おいで、あ、それを選んでね。これするナチュラル、ナチュラル達成するフレームをどれ選ぶ、ね、でも愛犬の演技はこれやろ、これ、うん、これと達成する、あ、撮影する、はい、ここじゃカメラ見よう。めっちゃ可愛い、めっちゃしよっか、今度したい、カメラを見てね、笑顔で、シールにする画像を2枚選んで、2枚しかできんの、これと、これする、これでいいか、はい、オッケー、よし、下ろしたろ、シールのレイアウトを選んで、ごめん、細かくなくていいよね、小さいと、どうしよう、極端、わー、久しぶりすぎた、終了、あっという間に、もしこの動画を楽しんでくれたら、チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。ここが金目鯛を食べましたね。ねえ、伊豆っぽいよね。プリクラもね、よかったね、うん、最初で最後かもしれないけど、本当いい思い出になりました。じゃあまた。